ナダルです。始まりました、よろしくチャンネル。今日はね、ちょっとほんま本格的なドッキリを西野にちょっと実践してもらう、ちょっとゲストのお二人がちょっと来てますんで、お願いします。お願いします。どうも、よろしくお願いします。土佐兄弟です。よろしくお願いします。土佐兄弟たちの初めてのコラボじゃないけど、はいはい、この西野にドッキリをかけたいということで、はい、実はちょっとあの土佐兄弟の方に西野が考えたドッキリみたいなをちょっともらってると思うんですけど、もらってます。それはもうやりません。インターネットで調べたら土佐兄弟って入れたら、まあ高校生コントとかいろいろ出てくるけど、はい、その中につまらないっていうのがあると、はいはいはい、それを俺が読むかどうかみたいなのを言われてる。なるほど、うん、でもそれは全くもう嘘。それはもうどうでもいい、そんなこと。土佐兄弟と初めてあの俺らがコラボしてトークするっていう、はい、まずはトークっていう入り口やねんけど、はい、そこで土佐兄弟がめちゃめちゃ痛かったらどういう感じに西野が反応するかっていう、なるほど、検証で。なるほど。だからその土佐兄弟がもう、めっちゃいつも謙虚で、しっかり挨拶もしてくれてっていうのはもちろん分かってんねんけど、はい、そこでめちゃめちゃ痛い感じでいったら西野がどんな感じの反応するかっていうのをちょっと検証していきたいと思う、ね、はい、だからちょっとほんまとんでもなく痛いやつを、めちゃめちゃ痛いやつ、めっちゃ痛いやつで言っていいってことですか。そう、例えば、はい、いやベソとかずっと言ってくるとか、あーもう本当にきついな、一般のつまんないやつがやってくるやつも、うん、俺後輩がそんなんしてきたらちょっとおいでってなっちゃうぐらい、はい、タクヤくんの方がどうしようかな、止める感じか、はい、まあ、いつもはお兄ちゃんは絶対そういう時はもう多分、うんうん、お前何やめとけやめとけってなるんですけど、せっかくやから、はい、ちょっと両方エグい兄弟なんだ。ダブルイタイタ兄弟で、トサイタ兄弟で、トサイタ兄弟、兄貴も止めない。兄貴も行くパターン、あー乗っかるパターン。で、西野はやっぱね、あの俺は仕切りやっていう自由があるんですよ、はいはいはい、俺は回すと、どんな状態でも回したると、はい、この状態ちょっとえぐい空気やなとかでいつもやるけど、そういう空気もさせません。僕はもうちょっともう追い打ちかけてガンガン行く感じですね。回してくれとか言うから回してくれ、えぐいふりをします。えぐいの、うん、俺38やねんけど、はい、錦鯉の長谷川さんともうほぼ同じ気にしてるから、はい、うん、それをちょっと言われて腹立つみたいなのもするわ。それをちょっとなんか、うん、もう顔引きつるみたいなする。ちょっと言って、はい、みたいな、上目の年齢言ってどう思ったかを聞きます、はい、その終わった後に、はい、西野が今のこのコラボについてどう思ったかっていう、はい、それをちょっと別室で見てもらって、あーなるほど、モニタリングさせてもらえる、検証企画をちょっと、いや俺らのこと嫌いにならないですか。お願いします。それはちょっと演技というくらい、もちろんもう普段はもうめっちゃいい声で、はい、元気でもう明るくて、はい、そうやねんけどちょっと演技で、わかりました。ちょっとだからちゃんとこうやってがっつりお話しすることも初めてだから、ほんとはお話ししたいんですよ、はい、俺もだからちゃんとあの喋ったことないのに、はい、このドッキリからいきなりこさせたとか、こっから入るのやばいっすよ、うん、ちょっと俺もちょっとやってるうちに嫌いになる可能性もある。それはやめましょう。それだけは、はい、わかりました。それはでもちょっと本気で、はい、わかりました、行きましょう、はい、お願いします。お願いします。西野です。ナダルです。さあ、じゃあ明日よろしくチャンネル、おはようす。はい、はい、今日はですね、うん、この形ということで、はい、これはもうね、ナダさんゲストが来る回ですね。来ますね。はい、ナダさん、その今日のゲスト、うん、どんな感じですか、印象。いや、やっぱすごい独自路線を行ってるというか、やっぱそれが今一番大事なことというかね。なるほど。やっぱみんなと競合してもしゃあないから、ちゃんと自分らのフィールドを見つけた、やっぱすごい方々というかね。おお、はい、すごい方々。はい、はい、ということで、はい、お呼びしましょう、この方たちです。お願いします。お願いします。土佐兄弟のお二人、はい、ありがとうございます。いやいや、ちょっとありがとうございます。がっつり絡むの初めてやな。確かに、はい、そうですね、一回なんか24時間テレビなんかでちょっと一緒になったから、はい、楽屋が近くで、あ、それで、今思い出した。あったあった。いや、やっぱナダルさんだけなんかあんま絡んでくれなかったですか。いやいや、そんなことないっすよ。俺喋りたかったの。いや、そんな絡みたかったんですか、これは。もうめちゃくちゃなんか、ね、だから、いや、そんなのないって。とっとと帰りましたよね。いやいや、とっとと帰ってないよ。とっとと帰ってとっとと帰ってました。とっとと帰ってました。お前、西野さんは終わったら写真撮ろうやみたいにやってる。あれだーって、もうすぐさ、我れさに帰ってました。とっとと帰ってないから。とっとと帰ってたの。とっとと帰りたの。リアルやべえぞ、一緒に。いや、リアルやべえぞ。お願いしますよ、ほんまにも楽しくいきましょう。もう一回、もう一回。見たいです。
この状況完全にお前たちのかぶってんねん頼むわ2人その24時間テレビのパーッと喋ったから、はい、でインスタとかもフォローこうし合う仲になりまして奈良さんもツイッターとかもフォローし合ってますか、うんうん、もちろんもちろんフォローはしてると思いますよえ、うんいやいや、してくれてないっすよ全くナダルの名の字も入ってないいやいや、先輩やからナダルって言ったらリアルやべえぞっすリアルやべえいやいや、そのエグいふりしてるけどもうマジ生で見たことないんだよいや、だけやったやんお願いしますとっとと帰ったから、あの日見たかったのに見なかったんでこの状況完全にうわーえおいごめんなさい、ごめんなさい。このままなんか崖から落ちるの見てられない、じゃあ自己紹介お願いしましょうかね。はい、紹介。僕は兄の拓也です。はい、兄貴の拓也君と、はいはい、僕は弟の勇気です。勇気と拓也、はい、誰と同期とかになるんですか？吉本さんだと、はい、8.6 秒バズ。うわ、すごい。ほんな俺より何年後？ 3 年も後輩やん。ほんまやね。だいぶ後輩やん、それ。え、なんの？なんの？何のマウントなんすか今の。いや、3年後輩で。3年って別にまあまあまあ。年、年は年齢は？年、え、40何とかしたっけ？何歳でしたっけ？48とかでしたっけ？48っすよね。え？50目前？なんかおもろいな、こいつは。僕27なんで。27、その世代ね。27。うわ、あかんな、ほんなら27な。あかん？え、その27な、だいぶすいませんスタイル、うん、だいぶそうすいませんやめてくださいよ、そんな感じなんか楽しくやろうとしてだったら楽しいねんけどね怖いっす、なんか27と僕は34、うん、34、はい、だからナダルさんと、うん、声量でかいな、うん、え声量大きいなええやん、別にそのと8なんと喋りづらい感じすんすか、ナダルさんじゃあ、ナダルさんのだから年齢が、うん50、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 50
ちゃってる。あ、欲しかった。ちょっとちゃんとしてよ、ななさん。ちゃんとしてよじゃなくて、お前。え、どうしたん？先輩なの。なになに？いや、わからへんけど。まあまあ、ちょっと仕切れや、早く。切れてません？仕切れや。どういうこと？ね、なん、全然回せないよ。じゃあね。回して、早く、ちゃんと。回して、回して、早く。回して。西野さん、マジでお願いします。頼むわ。はい、回してください。MC。はい、ぐる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 回してください。MC 西野です。土佐兄弟さんは、あの、高校生のモノマネがもうめちゃくちゃバズってるやんな。知ってるけど、それは。うん。やってんすよ。なんかこう、椅子後ろにこうやって、やっつって後ろ行っちゃうみたいな。うん。やつからちょっとバズった。で、二条さん見てくれてるっておっしゃってましたもんね。俺は見てますよ。廊下ですれ違うやつ面白いな。また来んのか、また来んのか。うん。何？いやいや、また来んのか。また来んのかってなんすか。ちょ、待って、ちょっと。意味わかんねえんですけど。ナダルさん、ちょっと。かかってない。なんか、わからない。かかってない。かかってるとかマジ違うじゃないですか。いやいやいや。どういうこと？ちょっと。声はでかいんですけどね。回せ早くにしよ。何が回せ、お前がコラボしようって言ったやろ。あ、そうですね、コラボしようとは言いましたよ。コラボしようとは言いましたけども、やっぱナダルさん、いやいや、何してんの。お前回してくれなあかんから。大丈夫ですか。すいません、頼むわ。うん、なんかゆうちゃん、さっきも言いましたけど、高校生の、はい、日常のモノマネみたいな、はい、やってたじゃないですか。はい。ちょっと顔やめて。マジでの。いいいい見えます。下に見るような目で見てるからさ。いや、回してくれや早く。それしか言わないじゃないですか。西野さんに回してくれや。いやでもちゃんと。いやちょっとほんま、いやちょっと後輩やからな。それはちゃんとしよう。ま、まじ。すみません。え、二人はだからさ、分からんけど、活躍してるか知らんけど、だからあれじゃん。テレビとかも出てないじゃん、知らんけど。マジで空気読めてないで、ほんまちょっとこれマジ一回リセットしたいねんけど。うん、ちょっとほんまに。うん、二人はどうですか。その何が一番多いの今活動で。何今俺ちゃんとリセットしてるから今。何活動多いのって今この状態に流さねえよ。うん。そうやけど。何が聞きたいんですか、西野さんじゃないか。
ナダルさんは。いや別に聞きたいこともないし、こいつがコラボするって言ったからやってるだけやから。うん、うん、何を聞きたかったの？ど回してくれや、これ。TikTok のどういうので、ね、フォロワー増えたんかなとか、なんかそういうのほんまに興味あんねんな、それ興味ちょっと来すぎやねんな。で、あ、来すぎ、あの、テンションがってこと、土佐兄弟が、うん、でも、いやあれやんな、若いし、全然痛いで有名というか、痛いで有名な、知らんけど、痛いで有名なやつ、痛いで有名というか、なんかそういう痛さもあっていいんじゃない、若くて。いや、分かんないです、痛いとかめっちゃ痛いで、っていう感じなのかな。で、兄貴止めなあかんし、弟の子なんか俺やっぺーぞのやつあんな何回も、うん、おもんないフリーと思ったもん、正直、うん、兄貴が止めた。いや、おもんない。でもそれはだってね、野原さんが面白く別にしてくれれば、うん、あ、まあね、そのどんなパスでも、うん、そのいや、もちろんそうやけど、先輩としてで俺は関係性がないから、うん、じゃあ別にやんなくてよかったんじゃないですか、これ。あ、すごい香ばしいな。痛いね、うん、回してな、早く。いや、でも俺はいいと思う、そのでも痛いのを受け止めていこうよ、それは、うん、逆に何かありますか、うん、質問というか僕らに、うん、もうそんなタイムなんやだってなんか、ま、それで言ったらマジでもうないっす、機嫌悪いから、ま、ないの俺のやつ、こんな感じになるとは思わなかった。いやいや、なんでしょうね、あの、なんか、ま、回してくれ、頼むからいや、じゃあ、なんやろう、西野さんも笑いじゃん、古今東西とかやる、ほんなら。いや、せっかくやったら、好きな芸人、オードリー、ダウンタウン、トンネルズ、サンマ、ナインティナイン、やべえ、やべえってなんすか、何マジで、いや、ちょっと待って、地獄の、やべえってなんすか、やべえ、地獄の方やべえか、やべえか、どっち、ナインティナインのやべさんの、ナインティナインのやべさんや、あ、や、それをやべって言ったんや。もう終わりました。好きな、終わってください。もういいよ。もうマジマジ。ちょっと改めよう。六本木。はい、日改め、そのコントとかしよう。その全然、うん。そっちの方がええわ。検索してみましょうか、佐々木兄弟。もういいよ。大丈夫です。すいません。すいませんでした。なんか俺ら。いやいやいや。そんな感じだったんで。こんちょっと待ってくれ。いいよいいよ。もうほんまに。佐々兄弟。お疲れ。佐々兄弟、金持ち。え、金持ちって出てくるんで。もうええって別に。全然金持ちじゃないんで。佐々兄弟、お送りしよう。佐々兄弟、どっち。お疲れ。すいません。佐々兄弟、つまらない。止めても、カメラ。機嫌悪かった、なんか、二人とも。2組とも。いや、俺は別普通やろ。ちょっと行き過ぎたってこと、後輩が。後輩側やろ。いや、とっとと帰りましたね、別に。そこはええけど、やっべぞ、あんな何回もやらす。いや、もうええやろ、どうすんねん、これ。こんな歯車合わへんこと。いや、お前、絡みあるじゃないの。いや、あるけど、なんか、ものすごいやりたかったな。回す、ま、いやいや、俺がまあ回せなかったってのあるけど、痛いやん、めっちゃ痛いやん、それ知らんかったもん、知らんだけど、いや、こんな痛いと思ってなかったな、普通に。まあ別に、でも面白い痛さというか、面白ないやろ、何を思ってんかい。でもバラエティとか見てもああいう感じじゃなかったけどな全然違うよ。それそうそれそうだね。バスでこんな感じやりたない。めちゃくちゃドキドキしたな。このまま。こんな、なんか全員痛かったよ、なんか。絵面が痛かったか。見てられへん。なんか、拓也も痛いんかいと思って。拓也も痛いんかい。確かに、まあね。正直どう思った、マジで。いや、痛いよ。痛いけど、おもろって思っちゃった。謝ろう、早く謝りたい。早く謝りたい。いや、一つ自分でしよう。いや、もう久々にテンパってもうた。なんか全然合ってないやんって思って、こっから見てもうそのテンパがエグかったよな、歯車の合ってなさが。ちょっとほんなら、ちょっと西野に。
ょっと謝りに行く。ちょっと。あ、ごめん。なんかもう一回やる。どういうか。もうええやろ。ちょっと出ます。いやいや、もういいなんかやれんやったらやりたいし。うん。やばいんで。いや、やりたいです。やりたいから。やべえぞ、なんで。いや、やべえぞ。もうええて。顔引きつってたっつっていやいやいや引きつるやろ俺がさもうテンパって古今東西始めたのどう思ってたマジでやばい何してんだろこういうせいかいやサンマとかいやもちろんサンマさんもちろんね俺もいろんな古今東西って言うけど今まで一番地獄の古今東西うわテンパったいやちょっと大成功でいやよかったですちょっとね、土佐兄弟の方ともちょっとコラボさせてもらうってことなんでごめんなマジで俺ほんまテンパなんか痛いで有名とか言ってましたよねそうなんかなって思うぐらいやったからちょっとほんまに申し訳ないずっとだから1時間前に入ってちょっと細かに聞いてくれてさすがやね最高だから俺のことは嫌いになってもう2人のことは嫌いになると言ってくれていやいやいやあっちゃんかええねんそんなのしょうもなほんまにこれはマジでこれマジでしょうもなくて心から出たやられたやりましたということで土佐兄弟の2種類ドッキリかけましたありがとうございましたやられた